恵庭市の市内のなんか違うね、なんかなんだっけ、お店釜の、あ、一恵さん、はい、一恵さんにはなんかあのプロ野球選手とかなんか来てましたよ、ね、あそこは今有名店なんでね。そうなの、もう完全有名店、や、有名店、はい、行列ができる釜飯の店なんで、あそこも今行ってきたんですけど、だいぶ待ちましたもんね。あ、もう1時間半とか待ちました。なくても釜飯待たないダメなのにそれ、1年に1回か2回宴会ぐらいしか行かないかな。札幌が近いとこなんで、なかなか飲食店も、うん、なんて言うんだろう、育ちづらいとこなんですよね。あ、みんな札幌行っちゃうとかあるんですか。そうなんですよね。で、千歳、エニアリも千歳の方がはるかに大きいんで、はい、ね、千歳は美味しい店いっぱいあるんだけども、まあ、さっきちょうどジャランの人と、ジャランさん、ジャランの打ち合わせをしながらエニアの美味しい店を2人探してたんだけど、探してた、なかなかない、探してた。あとなんかもう一個ね、なんか豚丼とか調べたら出てきましたね。風海さん、はいはい、あそこがね、今の めっちゃ今人気あるんですね。あ、人気あるんですか。やっぱ豚丼とすごい美味しそうだなと思って、あの美味しい、はい、そこも行列いいし、うーん、まだ僕食べたことありません。はい、あ、ないです、はい、なんか建物、なんか写真で見た建物が、あ、もう立派な、プレハブです。あ、そうなの、プレハブの建物で、もともとそれこそ白石かどっかで店やったっていうのがあったかな。うーん、清田の美味しい豚丼となってます。清田の豚丼分かります？一品、一品、あの、あそこの向かい、清田どれだ、清田ってありますか、あの、あそこの、俺ら二人とも白石だもんね。24時間やってる店なんですよ。あ、スキー屋ですか。いろんなもの売ってるところ、あ、トライアル、違う、そういうことじゃなくて、違う、そういうことじゃなくて、ドンキ、あ、ドンキの向かいか並びぐらいにある牛丼屋さん、え、なんだろう、あ、その一辺っていう、ちょっと住んでたが、一辺とか一品とかっていう、そこと並ぶぐらい美味しいっていう空海はっていう話です。僕食べたことないです。僕ら食べに行きますか、せっかく。そうですね、この話聞いたら、聞いたら今5時から夕方の、昨日ちょうど5時半ぐらいにこの格好で空海の前に撮ったんだけど、ちょっとこの格好では入れないなって。そうですか。断念しました、ね、いやいや、ね、似合いですけど、はい、面白いですね、やっぱりこういう話聞けるとこれ俺らでだって調べてるね、なかなか。あ、でもその今、空海、釜飯の一恵と、うん、あと、まあ、たい焼き食べてきたよね。あの鮭焼き、あの、駅前の、ね、はいはい、田中屋ちゃったっけな。あとチェルボってそこにピザの美味しい店が。あそこですか。チェルボ。あと何が。あ、もうすぐあの恵庭なのにカニ食べ放題っていう。カニ食べ放題ですか。カニ食べ放題980円ですか。はい、60分カニ食べ放題っていう。え、ちょっと待って、はい、まだゴールデンウィークからオープン。あ、これからもうオープン。まだあのカニ言ってはいるんだけども、あ、そのそう売る、あ、まだ食べ放題はやってない。食べ放題やるのがその時期、5月の連休からって言ってたな。980円って相当食べ放題。でも60分って短いようだけども、食べるって60分食べ続けるって無理なんで結構それがね、はい、そこの海鮮、恵庭結構海鮮丼の今有名な店が何軒かどうして恵庭なのに海鮮丼そうですね、はい、あんまイメージなかったですけど、はい、そうですよ、メガ海鮮丼が何軒かと思って知る人ぞ知るみたいな、はい、あの札幌で食べる半額ぐらいの値段で美味しいもの食べる。あ、千歳ってめちゃくちゃお寿司の美味しい町だ。千歳ですか、今度。はい、下手すると小樽札幌よりもいい店が何軒も、空港の町なんで、はいはい、ああなるほど、航空関係者それから乗務員が泊まるですよね、最終見てくると。なんで千歳って昔から美味しい店がいっぱいあって、お寿司の有名店が何軒もある。それが恵庭まで飛び火してきたみたいな感じだった。あ、その海鮮がね。あ、千歳って本当に面白いな。
寿司が美味しくてラーメン、はい、あの何、北海道ラーメンベストなんとかするとベスト10に 2,3 軒入るんですよ、その店が。はいはいはい、なんか 味の一平さんとかありますよね。味噌のね、味噌の、はい、今麺屋霊とか、うん、はい、いおりとかどんどんと上位に入ってくる店が、はいはい、実はあの僕はよく知らないけど、うちに来るお客さんから情報をもらうんです。ああ、口コミが、まあ、空海もそうそう言ったことないんだよね、はい、まあ、空海を空海ってやつですね、うん、ちょっと自重しますけど、はい、はい、そういうことがあったわけです。繋がりなかったらでも教えてもらえないですか。はい、結構なんていうんだろう、うち空港降りたらうち来てソフトクリーム食べてそれから旅行始めるとかっていう人は情報をもらいに来る。ああ、なるほどです。どっか新しい店知りませんみたいな。去年は南十一条あたりみたいな。南十一条。あ、南十条、南九条、九条通り、はいはいはい、旭山公園通りっていうないんですよ。それがね、あの辺いっぱいいい店がある。菊水の地下鉄の駅の周りってディープな店いっぱいあるんでね。菊水駅の周りですか、うん、スナックくらいしか俺、うん、なんかね、あるらしいんだけど、僕まだ菊水って経験してない。まあ、そうですね、わかんねえ。そんな変なこと考えてやってるでしょ。